なんで俺は監督に指名されたかって言ったら、やっぱりもう俺のストーリーはもう作り上げてるから、もうそれまでにしっかり土台を作ってあげることも俺の責任だし、ボスは2008年で現役まあ辞められたと思うんですけど、2006年ですね、すいません、うん、そこからもうバリに行って、うん、まあ、ゆっくり自適悠々に過ごした価値観で何かまた変わりましたか、うん、バリで14年、まあのんびり過ごして、はいはい、さあ何をしようかと、俺に何が才能あるかって言ったらやっぱ野球、よしトライアウト受けよう、うん、そっからなのよ、うん、でトライアウト受けました、トライアウト受けて、まあまあ何年間で、まあ、選手になれる自信あったから、はいはいはい、そこでコーチから監督になれたら最高かなっていうストーリーを上げてトライアウト受けました、うん、そしたらもう即監督になってくれっていう、俺ちょっと早まったっていうか、僕もね、うん、やっぱりこう客観的に見てて、うん、監督、いきなり監督はないだろうと本当に思って、いや俺だよ一番思ったそりゃいやぶっ飛んでんなと思ったもん。そうっすよね、うん、日本ハム球団ねすごいですよね。ただ俺がファイターズにいた3年間の俺の背中をその選んで俺を監督に選んでくれた人がしっかり見てくれてたんだなって、はい、新庄剛志は本当に野球を愛してる姿を見てくれてたからこそ監督で指名してくれたわけやんか、はい、だからやってきたことは本当に間違えてなかったなって、はい、チャランポランにはしてますけど、はいはい、裏ではしっかりやっぱり俺は全然チャランポランじゃないですよ。してたイメージはあるよね。に見せてただけですよね。あ、それ分かってくれる、はい、あ、見せてただけ、そういう見せ方ですよ。ファンを楽しむために見せてただけ、うん、なんかパフォーマンスやると毎回新庄監督、あのボスから、うん、いつも差し入れがロッテの方に届く、うん、毎回ですよ。あ、もう思ったんでて、いやそこのやっぱり ね、表でこの現場で、うん、あ、迷惑かかるなっていう人のケアをしてから、うん、ああいうことを常にやってたっていうのは僕らは知ってるので、しないと俺嫌なのよ、できないの、はい、パフォーマンスをする前にでもしっかり確認を取ってやることがもう筋と思ってたから、うんうん、まあ、世間の目がしたら新庄は好き勝手やってるっていうふうに見られるけど、うん、その裏の動きっていうの見えないじゃないですか。そうね、はい、それを後でこう語られる方が俺はちょっとかっこよさはあるかな。僕はだから僕の、まあ、ボスが今監督やってます、うん、今年、はい、多分ボロクソに叩かれて、うん、監督業としては、うんうん、ボスがまあ監督を辞めました、はい、その時に育てられた選手たちが活躍しだすんじゃないかなって僕は、うん、いやもうそれをもう、もうそれしかないね、もう本当に、うん、で今の、うん、なんで俺は監督に指名されたかって言ったら、やっぱりエスコンフィールドっていうのはもう一番、はい、ね、ファンを喜ばせて、新庄さん、新庄ならなんとかここ今ね低迷してるファイターズを立て直せるっていう、うん、はいはい、その期待はものすごくあるし、それに応えたいと思う去年の戦い方だったの、うんうん、ま、任しておいてくださいと、はいはい、これでもうダメだったら責任取るしかないんだから、うん、責任取ればいいと思ってるんだけど、そうは俺はならないと思う。もう俺のストーリーはもう作り上げてるから。でも、うん、責任を取ってみんな辞めていかれる方っているじゃないですか、うん、まあ、いろんな業界、まあ、責任取って辞めます、はい、責任取って辞めますが一番楽じゃないですか、うん、本当に責任取るんだったら、いや俺の場合は他の監督とはちょっと違うね、うん、話題性がすごすぎて、うん、あ、俺の場合は本当に責任取るのは俺は辞めることだと思う、はいうん、でもそれまでにしっかり土台を作ってあげることも俺の責任だし、うんうん、でもあのエスコンフィールド、うん、100% エラー増えますよ。でしょうね、はい、でしょうね。だって予想も増えるやん。そうですね、うん、まあ、でも自分たちのホームで自分たちのエラーが増えるっていうのは勝敗にやっぱ直結してくるから、うん、そこって気にならないですか。あのね、エラーの数が一番してない球団って楽天さんなのよ。わあ、あのグランドで実は、なぜかというと内野めっちゃ前なのよ。ああ、確かにそうですその感じにすればエラーは減るんだけど、はいはい、やっぱりそういう感じにはしたくないし、しっかり守る野球でガンガン練習させて守りの野球で勝っていきたいなっていうのはあるね。守って、僕は走塁がすごく大事だと思ってるんですよ、ね、あ、やっぱ走塁で、まあ、143試合ある中で10試合ぐらいは勝てる試合が出てくると思うんですよ、ね、もっとあるんじゃない。もっとあるんですかね。もっとあると思う。
だからそこの意識がどんだけ、まあ、各球団見ててもそういう意識がすごく低く見えるんです、うん、だから今年大田、はい、大田さん僕はロッテで一緒にやってますよ。そうそうそう、大田君を俺コーチにしたの、走塁コーチに。あれスペシャリストですよね。走塁スペシャリストですらしいね、はい、だってファームで記録作ってるでしょ、はい、やばいです、うん、あ、いいコーチなんだ。いいコーチなんですよ。あ、そういいコーチなんですけど、うん、やっぱりこの盗塁できる選手っていうのは一塁コーチャーが背中も押すしかない、はい、そうね、まあ、あの行け、もう次アウトになっていいから、うん、行けってこう背中押してくれる人じゃないと、うん、選手はやっぱアウトになりたくない、うん、そのマインドの中であのリードを取ってたらいいスタート 100% 切れない、うんうん、だから俺去年ね、グリーンライトはあんまり出さなかった、はい、うん、ディスボール全部俺のせい、はいはい、グリーンライトでアウトになったら選手のせいになるから、ね、いやもう走れっていうサインを出したね。このキャンプとかで練習で、うん、まあ、漠然ですけど、まあ、ボスが考える、うん、まあ、練習ってもう日本のプレーヤーとして実践もだから今年あのキャンプ初日から俺紅白戦するんだよ。ああいいですね。もう紅白戦もうゲームばっかし、はいはい、でゲームでこの大事な場面で、エンドランとかスクイズとか、まあ、ダブルスチールとか少ない点ね、向こうがここで、うん、去年もやったやん、はい、いろいろ1、3塁から、はい、俺1、3塁の攻撃もう本当に大事にしたいのよ、はい、だから選手にはなんとか1、3塁を作ってくれと、はい、あとは俺が考えて1点を取りに行くからって、うん、まあ1、3塁の攻撃は俺はもう大好きやね。僕独立リーグで今取り組んだりとかしてるのは、まあ、練習がまあ長く続いたりするときは、まあ、あの野手をピッチャーの練習させて、うん、ピッチャーを野手の練習させたりとか、うん、こう外野手を内野にして内野を外野にすることによって、ね、うん、カットプレーの練習は外野から あそこまでの距離ってこんだけ距離があるんだっていうのを内野手が知らないと、はいはいはい、そこのカットプレーで結構距離取るでしょ、内野手って。相手の気持ちを分からせるためにはそのシャッフルは大事なこと。シャッフルってしたりしないですか？してない。してたよ。あ、してますか？ずっとしてた。してたし、試合でしてたよ。確かに、うん、内野手をいきなりお前外野守れってあの3時間練習させて、はい、で試合で使ってた。あ、そうなんです、ね、もうセンスやから、うん、そうですね、ああそういうのもやってたし、うん、僕はこの連戦とか続いたりして、まあ、特にホームの時ですよね、まあ、途中で変わる選手いるじゃないですか、うん、もうすぐ家帰らしたりしてたんで、うんうん、まあ、次の明日の試合にもうあの体を自分の時間を整えてくれて、うん、それ NPB ではできないですか？どうなんだろう。ボスはそういうのはあんまり取り入れてないですか？まあ、途中で変わる選手いて、もうその後なんかベンチの後ろ、あ、ピッチャーはもう帰っていいよって言ってた。野手もやってたの？野手もやってました。だからもう最後成立した9人ですよ。あ、そう、はい、独立リーグってまだ30人しかいないんで、うん、怪我したらもう試合ができなくなるから、うんうん、だからまあそういう風にしたんですけど、でもベンチにいる必要ないよね。いる必要ないですよ、応援はファンがしてくれるんで、うんうん、ベンチの長いの、お頑張れよっていうの、いりますか？いらんで、ね、俺は。僕もいらない。いらない、いらない。もう なんならアイシングしといて、はい、ね、はい、もうマッサージでもいいし。試合中でももう外にご飯食べに行っても家帰ってくださいって感じなんですよ。あ、まあちょっと頭入れておくわ。ちょっと一回それね、はい。絶対選手だからにね。一回まあオープン戦ぐらいでちょっと試して、うん、ね、面白いね、はい。選手がどう感じ取ってくれるか、それでラッキーと思う選手もいるから。そうね。それがマイナスに働く時も多分あると思うんで、うん、これは野球のチャンネルなの？これはあの西岡剛チャンネル、僕の YouTube チャンネル。もう好き勝手？好き勝手です。あ、だいたいそのゲストは野球選手？いや本当にね、今年からもともと2年前から持ってたんですけど、うん、今年からちゃんとやっていこうって言って、この前あの西武のおかわり君や森君行って、うん、そこでまあボスを差し込もうと思って、うん、はい、断られると思ったやろ？ 100%、うん、ダメ元でダメ元で。いや、その前でもね、僕が独立リーグの時にインスタ多分始められ てすぐ DM いただいたんですよ。もちろんもちろん、うん、まあ、あの野球やめたいと思ったら今すぐやめろと、うん、でも楽しめるんだったらいつまでも続ける、頑張れ、応援してます、うん、みたいなことをくれて、うん、僕の中ではすごい励みになったんですよね。あ、そう。ちょうど多分ボスもトライアウトめがけ て、うんうん、やってたね、練習しだしてる時だったと思うんで、なんかもうそういう言葉って下に行けば NPB から離れれば離れるほど、うんうん、そういう現場の人からの言葉ってなかなか送られてこないんですよね。でも俺も47歳でようトライアウト受けたわ。いやー、でも僕は本当の真のスターって、ね、お金あったらまあゆっくりと過ごして、うん、お金なくなったらさあ働こうかって言ってまたお金稼げる人が真のスターだと思うんですよ、うん、だからテレビ局に売り込んでたもん、お金ないんでなんか使ってくださいって。
売り込んでも使えない人がばっかりなんですよ、うん、それがしゃべ、あ、じゃあ、なんだっけ、しくじり先生だ、しくじり先生、はい、うん、まずあれにまだ出たくないですもんね、しくじしくじしくじりまくってるけど、あのしくじり先生に出たくない、なんで今やってんのかな、もう終わった、いや、まだなんか YouTube とかやってますね、あ、そう、はい、出たくないです、いや、お金なくなったらね、もうお願いしますってなるよ、あ、なるんです、あ、まあでも去年はまた稼がせてもらったね使うのとかあんま興味なさそうですよ、ね、いや俺貯めるのが興味ないの、そうですよね、うん、税金カツカツでいく人生が好きなのよ、うん、貯めなくていいと思うけどね、でも今監督してるやん、はい、独立リーグの監督っていうのは、まあ、そんなにもらえないわけやんか、そんな大体ね、みんなね、うん、まあ、600万、700万、800万プラスメジャーの解説とか他の仕事もしていいっていう契約してるんで、だからまあ新しい、まあ、監督なんか試合の時にいればいいかなと思ってる時もあって、うんうんうん、まあ、あの選手見るのにはまあ練習見るのも必要なんですけど、うん、新しい監督像を独立リーグだったら作れるなと思ってて、 NPB ではできないけど、うん、独立リーグならできる監督っていうのをなんか作りたくて、独立リーグがその監督像っていうのを多分世間がよく知らないと思うんだよね、知らないし、運営するのに大体年間1億6000万7000万かかるんですよね、うん、1年間やるのに、うん、でまあ、スポンサー集まるのがまず難しい、まあね、まあね、もうそこなんですよね、もう独立リーグ、うん、僕はあのいつかスポーツベッティングできたら面白いなと思って、うん、どういうこと、どういうこと、今海外とかもう賭け事になってるじゃないですか、まあ、メジャーリーグだってラスベガス行ったらアメフトもそうだし、そう、ね、バスケもそうだし、ね、ギャンブルになってるじゃないですか、うんうん、まあ、NPB はもう100%、ちょっとそれ面白いね、それがもしできたら、うん、菅野選手、うん、まあ、巨人で7億8億ちょっと来年1年30億上げるから、うん、ちょっと1年来てよっていうような DV になる可能性があるんですよギャンブルになれば、なるほどね、12球団シャッフルしたい、ね、昔から思ってこれシャッフルしてあげようそしたら盛り上がるやんプロ野球って、はい、経験をしたことないやつが偉そうに語るなって。